アルマゲドン、夏バテで何もやる気が起きません。バカサイクロン強すぎ。皆さんどうもコンコンチドイヒです。今日はみんな大好き2人でニャンコ大戦争やっていこう。ニャンコとの続きいっちゃうよ。今回は20回。どんどん難しくなってきてるから頑張ろうドイヒ。うるせえ、知らない人が話しかけてくるな。知らない人じゃないでしょう。一緒に頑張ってるんでしょうか。メンバーはとりあえず誰が来ても良さそうなメンバーで行ってみよう。まあどんな敵が来たって余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄りだけど一回は負けるようになってきてるから気をつけないとね。はい、それは全て先生の責任です。思いっきり人のせいにしてきた。ここは後ろ歩き野郎が出てきたな。こんなやつ激弱なんじゃないの。そんな舐めてたら痛い目見るんじゃないの。先生が壁出してくるのを遅らせてるおかげでお金がガッポガッポ。これでガオを出せば勝てるでしょ。だって世の中金だ金だ金だ。子供の発言とは思えない。もうガオを出せるようになっちゃったもんね。だけどあえて出さないでおこう。理由はないけど。理由ないのかよ。もう出した方がいいんじゃないの。仕方がない。そこまでハゲドリルくんが言うのであれば。誰がハゲドリルだよ。ハゲドリルみたいな形になってないでしょ。だがおうだったよ。後ろ歩き野郎とっとと倒しちゃおう。だけどガオだけでどうにかなるもんかな。そこは任せてくださいよ。牛丼天丼アルマゲドンがいますから。アルマゲドン白い敵に攻撃できないから。黒い服着てるから黒い敵なんじゃないの。違うよ、思いっきり白い敵だよ。ほらアルマゲドン何もしないじゃないか。いやそんなことないよ。この顔見てよ。気合だけは見上げてるぞ。そんな風には見えないけどな。まあ大して押されてないしそのうち倒してくれるんじゃないの。まあのんびり行きましょうよ。だからって寝るな寝るな、真面目にやってくれよ。太っちょおにぎりまで出てきたよ。あいつもまあ大したことないでしょう。だからこのまま押し続ければ勝ち確定。ありがとうございます。このままいければいいんだけどな。なんか急に押され出してない。あ、まあ、じゃあ撤退法のボタン押しちゃった。先生のせいだから。なんで急に先生のせいになるんだよ。なかなかこいつしぶといな。そろそろやられてくれてもいいんじゃないの。超にぎりのおかわりまで出てきちゃった。どんどんいろんな敵が増え出してるぞ。これ時間かかったらやばいステージなのかもしれないよ。そんなことよりもアルマゲドンがお亡くなりになりました。そもそもお亡くなりになってたようなもんだったけどね。なんか急に相手の勢い増してきた。これはピンチ。ピンチ逆から呼んでチンピー。チンピってなんだよ。適当なこと言ってんじゃあないよ。僕だって頑張って壁出してるっていうのに全然勢い止まらない。太っちょおにぎりくんも気づけば2体だよ。どうすんじゃんこの状況。ガオ早く敵倒して。ああガオやられてるじゃん、よこすぎる。これは相当厳しい状況になっちゃったね。ガオの代わり間に合うかな。急ぎ急ぎ急げ。どうにか耐えたいところだけど全然勢い止まらないね。ああ全ての頑張りが無駄になった。人生終わった。諦めるなドイヒ、ガオが出せるようになったぞ。ガオさえ出ちゃえば勝ち確定。ありがとうございます。こんなやつら一気に倒しちゃうもんね。あーだけど勢い全然止まらない。早く早くこっちを倒したよガオ。さすがに敵が止まりすぎちゃったかな。ここまで頑張ってきたに負けるなんて嫌だ。だだこねてもね。だったら代わりにパンこねるって言ってる場合かよ。自分でボケて自分で突っ込んだ。ギリギリのところで耐えてるからこのまま勝ってほしいのになんとかなりませんか。っていうか後ろ歩き野郎いつになったらやられんだよ。全然やられないじゃないか。こんなの卑怯すぎる。やられちゃったよ。あっぴしっぱー。
これは厳しい戦いだったね。ジャコフはメンバー変更、遠距離攻撃強者と画面はみ出しすぎキーを入れてく。先生はバビルを入れていくよ。このメンバーでリベンジ、オレンジ、マジマンジ。さっきよりはかなりいいメンバーだし、いけるんじゃないのかな。ここで負けたら先生が責任を取って頭ちぎります。頭じゃないんだから頭ちぎれないよ。まずはのんびりとお金を貯めていきます。先生はお金貯まったら起こして。寝るな寝るな、戦い集中しなさいよ。だってまだまだキャラ出せるようになるまで時間がかかるからさ。すぐ溜まるから気抜けないよ。僕は気抜いて、先生は気抜いて。気抜いてはいないよ、抜けちゃっただけで。さあお金が貯まって顔を出せるようになったぞ。もうすぐ出しちゃった方がいいのかな。早めにこの後ろ歩き野郎を倒したいから。そうだね、序盤からガンガン攻撃しちゃった方が良さそうな気がするね。あとはどんだけガオがやられないようにできるか、そこだけだね。先生もバビルを出していくよ。こいつで敵倒せばお金がっぽりもらえるからね。これで貧乏人脱出だ。働け働け、奴隷のように働け。ブラック企業だな。遠距離飛行も出せたし、こっちはかなり状況いいんじゃないのかな。そうだね、さっきに比べたら序盤からガンガン攻めれていい感じだね。特徴おにぎりくんが出てくる前にこいつを倒したいけど、いけるかな。ここで画面はみ出しスッキーも出したよ。こいつは動きを遅くしてくれるからいいよね。妨害も加えてかなりいい感じに戦えれるね。先生が連れてきたバビルがもうやられました。やられんの早すぎでしょう。責任を取って先生頭向きます。ゆで卵じゃないんだから向いたりできないよ。とっちおにぎりくんも到着か。さっきはここから徐々に厳しくなってきたんだよね。しっかり取り巻き処理できるかどうかが大事だね。取り巻き、肉巻き、恵方巻き、パクパク。さっきと違ってかなり押し返してるよ。これはもう今回大丈夫なんじゃないの。いろんな敵出てくるし油断はまだまだできないよ。ほんと心配性だな。そんなんだから先生はハゲ歪んでくんだよ。なんでハゲ歪んでくってどんな状況なんかよくわからんな。こっから絶対に押されるんじゃないぞ。そして後ろ歩きやろう。早く楽しめ。なんだこいつ本当に、いつになったらやられてくれるんだよ。相当の体力だよね。そんな細い体してチートだよ。チートチートすぎるよ。確かに強いけどチートではないでしょう。こいつスマホ版の時こんな強かったっけ。こいつと戦った時は黒顔とかがいたんじゃないの。だったらこっちもチートで黒顔を作ってやる。そんなチートしたらダメだから。一輪車野郎も出てきちゃったよ。どんどん敵が溜まってく。だけどさっきよりも押されてないからいい感じいい感じ。さらにこちらはガオのおかわりだ。このおかわりにはオビファイターもびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べられるところ点。俺はさすがに大丈夫そうだね。ちゃんと対策さえしちゃえばゲロショボステージだからね。そんなにショボショボステージではないけどね。それにしても後ろ歩きやろ、本当にやられないな。やっぱこれ無敵なんじゃないの。無敵なわけないと思うけど、さすがに無敵ぐらいの強さだね。いつになったら終わるんだ。もう指しんどくなってきて折れそう。ただ壁出してるだけでしょ。そんな厳しいことしてないでしょ。実は足の指で操作してました。それはすげーって嘘つくんじゃないよ。いつになったら終わるんだろうな。お、一輪車野郎を倒した。こっちの方が先にやられてくれんのか。お、いつの間にか後ろ歩き野郎もやられた。ようやく勝てた。あとは投稿していくよ。楽勝の勝者の勝。どこがだよ、めちゃくちゃしんどかったね。続いて21回いってみよう。
メンバーはこれでいけそうな気がするけど、画面はみ出しスッキーだけ変えておきますか。ここは牛丼天丼アルマゲドン。今回は一発で勝っちゃおうよ、一発で。そんなあっさり勝てたらいいけどね。どんどん難しくなるし厳しいんじゃないの。むずすぎむっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。ここは赤い敵のお出ましか。まあどんな敵が出てきたっていけると思うよ。お金貯めてガオを出したいから、先生ここは踏ん張ってくれ。ついでにうんちも踏ん張れ。うんちも出しちゃったら負けだから。徐々に徐々に押されてるよ。頑張って先生。もう少しでお金があって2体目の赤影先生。ここはもうアルマゲドンでどうにかするしかない。それでもここ厳しそうだよ。なんとかしてくれアルマゲドン。このままだと負けちゃう。とどめの一撃。こっちがとどめ刺されちゃって、これはきつすぎ。あちぴちぱー。こうなったらがっつり赤い敵対策していくか。妨害妨害妨害であっさりとどめ刺してやるぞ赤ハゲ先生。これでリベンジオレンジマジマジ。こんだけ赤い敵対策したらいけそうな気がするよね。いけそうな気がする。いやもういけたよ。さあ続いてのステージ行ってみよう。いやいやまだ勝ててはいないでしょ。さあどんどん赤敵対策キャラを出してって妨害だ。猫マージでどんどん動くよ。遅くしていくよ。全然遅くできてないよ。何やってんだよ先生。そういうんだったらもっと壁出してよ。厳しいから。壁は厳しいけどウサギ野郎だったら出せたよ。これでしっかりと動きを遅くしていく。ナイスドイヒー。あとは猫アイスで動きを止めれたらなんとかなりそうだね。ふぅ、結局はめちゃくちゃ簡単なステージだったな。まだこれで終わりじゃない気がするけどね。まだまだ続くのこの戦い。もうこいつら倒したら終わりでいいじゃないか。にゃんことはそう簡単にはいきませんよ。にゃんこと大変すぎて意味わからん意味わからん意味わからんランランランル。そのギャグの方が意味わからんな。じゃあこんな奴らとっとと倒して早く強い奴と戦っていこう。だけどめちゃくちゃギリギリの戦い、この後出てくる奴に勝てるのかな。意外といけちゃうから大丈夫だって。本当かな。失敗だな。赤ハゲ先生倒せたぞ。ここからしっかりと壁とか出しとけば準備万端。おいしい牛タンでテンプったらアンポンタン。それだといいけどな。さらに超激レアだっておかわりしちゃうもんね。そうしたかったけどお金貯まってないから無理だ。足引っ張らないでよ。まあでも大丈夫か。おサイクロン野郎が出てきた。これは強いやつ出てきたね。だけどこんだけ妨害キャラが揃ってればなんとかなるんじゃないのかな。さあみんな動きを止めてくれ。全然動き止まらない。次から次へとやられていく。強すぎだろサイクロン。本当だね。超激レアたちみんな一気にやられちゃった。こんなの強すぎ。強ぽん一切ぽん強ぽんベイビー。誰が見ても負け勝って、このまま一気に負けちゃいました。あちぴちぱー。全然妨害できなかったね。こうなったらより妨害連れていこう。こんだけ連れていけばもう身動き取れないでしょう。これで勝ち確定。ありがとうございます。うわー許してください。全然動き取れない。これは相当難しいね。妨害にはもっとなんか運よく頑張ってもらって、その間に赤い敵強いやつで倒す大作戦でいこう。今度こそ勝ち確定。ありがとうございます。こんなのどうやったら勝てんの。むずすぎる。これ以上妨害キャラいないよ。どうしたらいいんだろう。レベルは最大。もうこれ以上どうすることもできないよ。右に進化があるけどね。そうだったの。知らなかった。スマホみたいにキャラの下に出てくると思ってたから進化できないと思ってたよ。じゃあ超激レアとか進化できんの？っていうか素材全然足りない。結局進化できなくて、おじぴちバー。唯一進化できるのが猫マージュ。こいつに全てをかけるしかない。動きを遅くする時間が長くなるから
そしたらかなりの妨害になるんじゃないの？なる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 ほど。おお、じゃあパワーアップした力見してくれよ。これで次こそリベンジ、オレンジマジマジ。さすがにそろそろ勝ちたいね。序盤はもう慣れたもんですよ。しっかり妨害して赤ふげ先生倒してく。ここからが本番だからね。妨害キャラをどんどんと出していこう。もう全く動けなくしてやるんだからな。そうできたらいいけどね。あとはちゃんと動きを止めてくれるかどうかだね。もうニャコで戦争は運ゲーだからね。そんなことないから、キャラ出すタイミングとかも大事だから。トニー到着だ。出てきたな、サイクロン。しっかりとみんなで動きを止めるんだ。頼むぞ、やられるなよ絶対。いいぞ、いい感じに動きを遅くしてる。だけど止めて止めて、動き止めないと意味ないから。うわぁ、ダメだ、全然止めれてない。このまま来ちゃうんじゃないの。一応動きは遅くできてるよ。進化したおかげか。だけど動き止めてくれなきゃ、結局は徐々にこっちに近づいてきてるからね。結局一体進化させたぐらいじゃ厳しい戦いなのかな。じゃあ素材集めとかしなきゃいけなくなってくるの。地獄地獄、ごく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 、気にうめえ。でも動きも止め出してるよ。これだったらいけるんじゃないのかな。ちょっと動き止めるだけじゃダメだよ。完全に動き止めないと。みんな頑張れ。そして壁たちはどんどん犠牲になっていって。犠牲って言うなよ、頑張って戦ってんのに。あれ、少しずつ超激レアたちがやられてってる。結局負けんの。そんなのきつすぎるんだけど。頼む、早く終わらせてくれって。今までよりは一番いい戦いしてるけど、まだまだ厳しそうだ。ずっと動き止めてくれたらいいだけの話なんだよ。おお、倒した、やったやった、よかった、サイクロン倒した。これでもう大丈夫でしょう。やった、うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハピ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 ピッ。あとは投稿してクリア、楽勝のシュシュのシュン。どこが楽勝だよ、めっちゃしんどかったよ。進化できるようにお豆さんしろに素材集めさせておこう。というわけで次回もお楽しみに。バイバイバイ、パンパラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。